さ、自販機に偽札、子供銀行券とか入れてさ、物出てくる国とかさ、それとかさ、あのちゃんとした銀行なのにもかかわらずさ、偽札出てくる国なんて、そりゃおかしいでしょ。それはキャッシュレスにするわな。こんにちは、なわけです。今日はね、何を話そうかなと思ってるかっていうと、先日お話したドコモ口座の話と、あと生活のね、あの動画っていうかでね、こうあの撮ってる時にキャッシュレスのお話もしたんだけども、あと違う時にね、キャッシュレスのお話の動画も作ったんだけども、その件についてちょっと合わせてお話しようと思います。あのどうしても紐づいてるんでね。でまずあのドコモ口座の件なんだけども、事態はね、あのニュースを見る限り悪化してるかなって感じはしてます。で私が思うにはね、あのなんでドコモね、そのサービスをあの停止しないのかっていう話になってくるんだけども、これね、それは誰しも思うことだよねっていうか、もうやめないのかって話なんだけども、どん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 被害が出てるのに、これっておそらくね、その前の動画のタイトルのところにさ、あの誰も責任取らない、あの謝罪もしない、無田口蓮也みたいって書いたけども、まあ多分その通り で実際ね、誰もあの責任は取りたくないんだよ、きっと。あのドコモのその口座を企画した人間も、あの上層部もね。でかつ、ただそのあの中止っていうかね、にできない理由っていうのは、あと開発費だね。これ開発費要するにあの、ね、かけてこれで中止になったら、やっぱり責任を取らないといけない、いずれにせよ。でそうなるとどうなるかっていうと、誰も責任取らないよね。だからあのまあこれ言い方は多分いろいろあると思うんだけども、あのコンコルド錯誤ってやつかな。あの昔さ、あのコンコルドって飛行機開発するときに、そのね、早くあのすごい速いスピードでね、あの飛行機作れますよみたいな、戦闘機みたいな速さでみたいな感じをしたんだけども、どうも予算が合わない。でも、誰もね責任を取らないから結局 最後まで行ってしまったみたいなね、うん、話があるけれども、有名な話が。まあそんな感じでね、誰も責任取りたくない。で開発費もかかってる、じゃあ誰責任取るのって話になってくるんで、うん、まあそういう状況なんだろうね今で。これってあの先日お話した通り、あの今多分ドコモ社内で始まったことじゃないんだよね。多分、ドコモっていう会社の企業体質がもともとそういう体質で、あの積み重なって出てきたって感じだよね。で次にね、キャッシュレスのお話なんだけども、なんでキャッシュレスのお話をしてるかっていうと、まあ、あとね、あの最初から結論、あの後出しするのも私嫌なので、いつもお話してる通り最初に結論を言ってしまうと、日本の皆さんももう薄々ね、深層心理で、今思ってなくても深層心理で絶対あの心の奥ではそう思ってるはずなんだよ。まず、日本はキャッシュレスってね、いろいろ企業がね、日本の企業とか言ってるけども、アメリカではこうだ、キャッシュレスだって、まあアメリカも言ってる通り、アメリカの話もするけども、別に完全なキャッシュレスじゃないからね。前お話したように現金強いからね、キャッシュレスって、だからドコモ口座みたいにキャッシュレスみたいなのを、進めようとするのは、それただ単に企業のね、ね、利権だよね。それでね、ドコモのね、あのドコモ口座便利みたいな感じで入れてみたらね、やっぱり出てくるんだね。今ねちょっと読むとね、あのドコモ口座ね便利な理由みたいな感じ、これあの別にドコモ口座に限ったことじゃなくて、キャッシュレスの歌い文句みたいなもんよ、それを企画する人間のね。であくまで私現金強いからって言ってるからね、日本でもアメリカでも。で、あ、ごめん、その前に、なんで深層心理でキャッシュレスがおそらく日本ではあの 100% ならないかっていうと、震災とか自然災害があるからだよ。アメリカもそうだよ、日本もそうだよ。なぜかっていうとね、東日本大震災とか阪神大震災とかね、あの先日あったあの熊本とかのね、あの洪水とかもそうなんだけども、その時にじゃあデジタルで電子マネー使えるかって言ったら使えないのよ。で結局何に頼るかっていうと現金だよね。ね、あの実はね、このね、クレジットカードにはすごいお金がね使えますとかね、それとかこのドコモ口座にはいっぱいお金入ってるんですよ。じゃあその震災地震でね、あの東日本大震災とかね、阪神大震災とか先日のね、あの九州のね、あの洪水とかの中で、じゃあどうやってデジタル使うのよって話になってくるでしょう。そうするとあるもので物を買わないといけない、やっぱり現金が強いってことだよ。だから、私が言うまでもなく、皆さんは、日本の皆さんは、あの深層心理の中で、あ、キャッシュレスはあの自分最後まで 100% まで移行しないだろうなっていうのはあると思うんだよ。絶対キャッシュレスの要素に手段があったとしても、一方でちゃんと現金持ってる、それが多分日本の生き方だと思うんだよね。でもちろんね、以前昔私お話したと思うんだけども、私日本にいた時はね、もちろん現金も使ってたんだけども、支払いとかはね、
あのクレジットカードにしてたのよ。でなぜかっていうとそれは純粋にマイレージ貯まるから。だから水道光熱費は全部ね、あのマイレージ貯まるからキャッシュレスで引き落としみたいなことはやってたけどね。まあいずれにせよ大事なところでやっぱり現金だよね。で以前ね、これアメリカの話をしたけども、私が、アメリカに来た時、アメリカにクレジットヒストリーっていうのがあるんだけども、成人っていうかね、大人になってこっちで働くことになって、クレジットヒストリーの信用度が私ゼロなわけよ、ね、でこれは以前動画でお話したけども、じゃあどうしたかっていうと、ね、家賃家借りる時もクレジットヒストリーはないからダメですねって言われた時どうしたかっていうと、現金を多めに払ったの。まあ敷金だよね、デポジットって。敷金を多めに払ったの。だってそれ戻ってくんだもん、ね、あとは中古のね車を買った時のお話もしたけども、どうしたかっていうと、クレジットヒストリー悪いからローンじゃ買えないよねって話で、じゃあ現金で払いますって、現金で払ったのよ、ね、不動産もそうだし、そういうような車の会社もそうだし、現金でね、はいって渡した方がね、それは一番嬉しいわけですよ。だってそれはもうキャッシュとして入ってくるわけだからね。だから簿記とかね、もちろんその小切手とかで確か書いたような気がするんだけども、もちろんね、その簿記とか勉強したことある方は分かると思うんだけども、小切手と約束手形って違うからね。ね、小切手っていうのは現金扱いだからね。だから別に1000ドルの現金と小切手1000ドルも大して変わらないわけよ。まあそれがね、落ちなかったらそれはそれでね、もうやばいことになるんだけども、まあいずれ現金で、やっぱり現金の方が強いってお話だよね。でさっきの話なんだけども、ドコモ口座ね、便利っていうことでちょっと見てみたんだね。でこれって別にね、ドコモ口座に限ったことじゃなくて、キャッシュレスを謳ってる会社全てに当てはまることなんだけど、まあ、今回、ね、ドコモ口座が原因になってるんでちょっとお話すると、ドコモ口座便利みたいなことをやると出てきたのがやっぱりそのメリットみたいな感じだよね。でそれで書いてたのが、最短1分でビザカードの発行、ね、第一のポイント 2、ドコモ口座に簡単にお金が貯められます。3、コンビニからドコモ口座で入金できますとか、4、入出金アプリで簡単とかね、それとか、友達や家族に送金できますとか、友達や家族から受け取りができます、お店で利用ができます。これなんだけども、これ当たり前の話よ。これ実は現金に変えてみても分かるのよ。で今ドコモ口座のメリットね、じゃあ現金のメリット、友達や現金で現金、友達や家族に送金できます。当たり前だよね、現金、はい送金、まあ郵便でね、現金書き留めて送る方法もあるし、それはね手渡しで渡す方法もあるしね、特に手渡しなんてさ、キャッシュレスも確実だよね。でそれと、友達から今度家族から受け取りができます。お父さんお母さんがはいね、お小遣い3000円とかって言ったら、そのまま現金だと受け取りできるよね。それは当たり前の話なんだよ。で次お店で利用できます。現金もお金持ってって、例えばその1000円持ってって買い物行ったら、1000円札持ってって買い物行ったらね、買い物できるよね。言葉のトリックで別にね、ドコモ口座、まあこれはあくまで今ドコモ口座って言ってるけども、キャッシュレスのね、そういうようなもの全部現金置き換えられるのよ、うん、だからね、私だったらば現金のメリットって言ったら、まず現金を持ってるとね、現金を持ってると不正アクセスにありません。もし詐欺られたとしても、1000円だったら例えば300円のものを買いましたとか、700円のものを買いました、1000円札で。そしたらもし詐欺にあったとしても、1000円だから300円700円のものを買ったら300円しか騙されませんとか、いろいろあるわけでしょ。で現金だから直接お渡しができますとか、それとか震災とかね、キャッシュレスはね震災とかに弱いけども、現金だとどこでも日本国内使えます、震災でも、そういう言い方っていくらでもできるのよ。だから実際問題、日本にそれほどキャッシュレスが必要かっていうと必要ではないし、まあマイレージ私みたいに貯めるならまた別なんだけども、それはあくまで平常時の話だしね、そういうようなセキュリティもガバガバじゃないところをまず選ぶべきだし、アメリカの場合もさっき言ったように、その家借りるときもね、クレジットヒストリー悪いよ、じゃあ現金を多めに出します、はい OK 親さんね、で、ね、車買います、クレジットヒストリーないよね、じゃあ現金で一括払います、現金強いよね。で前も何度もアメリカの生活の中でお話してるけども、現金やっぱり強いのよ、これ当たり前の話。うん、だから何かするにしても、もちろんね、そのレストランとかでもキャッシュオンリーのところもあるよって何回か動画に撮ってると思うんだよ。
だから完全にキャッシュレスではないってことだよね。イベントを私結構行くじゃない、今ねコロナ禍で行けないんだけども、キャッシュオンリーですよってイベントの時とかもね、だからイベントに行く時はある程度ねキャッシュとか使えないところ多いから、あの現金持ってねっていうお話ももうしてるわけよ。だからアメリカもキャッシュレスってわけじゃないよ。でそれってやっぱりリスクもあって、もちろんね、あの100ドル札と50ドル札は前お話したようにあの使えないの。銀行で例えば1000ドル下ろすでしょ、私の場合1000ドルなんだけども1日の上限が、他の人どうかわからないけどもね。そうすると全部出てくるの20ドル札がバババババババってこんな少なくなる。ほぼねあのキャッシュレスになってる国ってどうなのかって話あるじゃない。じゃあ日本が遅れてるの、そういうわけじゃないよね。アメリカ遅れてるの、そういうわけじゃないよね。さ、自販機に偽札って子供銀行券とか入れてさ物出てくる国とかさ、それとかさあのちゃんとした銀行なのにもかかわらずさ偽札出てくる国なんて、そりゃおかしいでしょ。それはキャッシュレスにするわな。さらにアメリカのね前お話した時にクレジットカードのお話もさせてもらったんだけども、こっちのあとクレジットカードって、ミニマムペイメントっていうのができるのよ。で大体 1% か 2% 払えばいいのね、使った月の。だから使った月のっていうか元本のね、だから1000ドル、私は毎月あの使った金額全額払うようにしてるんだけども、1000ドルあってそこの 1% 払えばあの次に繰り越しできますよとかなるわけ。そういう支払い方でミニマムペイメントっていう払い方があるんだけど、まあもちろんねその次もねあのお金使うわけだから、どん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 元本が増えていくわけなんだけども、でその一方で前もお話ししたし、よくニュースとかにも出てるけども、その現金例えば500ドル今出して、私はすぐ500ドルね銀行から現金とか下ろしてね、まあ1000ドルでもいいや、最大のね1日の、それも私は出せるけれども出せない人が多い、あの現金で。だからカードで買う、でミニマムペイメントで 1% 2% とか50セントで、まあ1ドルとかで払う、それでその次をクリックする。そうすると負債がどん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 溜まっていくわけよ。だからそういうデメリットっていうのもあって、ただ一方でこのコロナ禍において貯蓄をする人が増えたとも言われてるのよ。だから今までのねあの生活見直そうねっていう、あのそういう面も出てきてるので、やっぱり完全なそのまあアメリカもキャッシュレス社会ではないってことだよね。だからアメリカも日本と同じように完全にキャッシュレス社会にはならない。クレジットカードいくら進んでるとかっつっても、キャッシュレスが進んでるって言ってもやっぱり現金はなくならない。偽札が100ドル500ドル100ドル50ドル札の偽札が回ってて20ドルしか回らなかったとしても、世間ではそれでもやっぱり現金は強いし完全なキャッシュレスにならない。なぜかっていうと、アメリカもあとさらにあの震災とかもあの少ないようで多いからね。だから日本もさっき言ったように東日本大震災とか、その阪神大震災の時とか、最近でいうその九州のねあの洪水みたいな感じの時に、あのじゃあキャッシュレスでね、あの何ペイペイとかっていうのよくわかる、私はあのその時日本にはもうすでにないんだけども、そういうようなドコモとかの口座で支払いできるかっつったら、もうライフラインとかその回線がつながらない時点で使えないんだからさね。だからやっぱり最終的には現金って話になって、キャッシュレスにはならないよってお話です。まあそれはね、あの 今更私が言うまでもないけども、絶対あの日本人の方っていうかはね、深層心理の中でそれはもう当たり前だよバカっていう思ってるかもしれないけど、まあね、まあそういう話をねちょっと今日はさせてもらいました。はい、それではね本日の動画これで終わりにします。おやすみなさーい。